や俺もね、いや俺もリリー使おうと思ったんだけど、あのまさかのダルシムリリーがトパンガのキャラランクで最下位でしょ。 2キャラ、まあもっと言うならうちアイケ奥さんリリーで旦那ダルシム使い最弱の家ですよ。本当にこんな弱い家ねえんじゃねえかっていうぐらい弱い家でしょ。見る目なしというダルシム。ダルシムはね、やっぱいけるキャラといけないキャラの差が激しすぎるから、トーナメントで勝ち抜くのはまあめっちゃきついんじゃないかなと思う、一本で。ただやっぱね、なんだろうな、これ俺このゲームあとシステムが強いから、基本的にはどのキャラも結構戦えると思うのよ。まあなんかその軽さがすごいとかそういう差なんだけど、まあだからまああのなんだろうな、ダルシムある自体はすごくいいんじゃないかなと一応思ってるんだよね。だって実際そんなめっちゃ負けてるわけじゃないから、それも。まああのキャミー・ジュリーあたりはガチつまんねえなと思ったけど、これやばいだろみたいな。まあ DJ は多分間違いないと思う。ダルシムのキャラランク低くしたの政治、まあ何かしらのキャラ低くなると思うんだけど、まあ別にダルシム強いって言ってるやついないからさ。まあ、ミスクリが S だっつって、多分それもギャグなわけで。ただね、やっぱね、そんな DJ さんでもやっぱちょっと微妙な要素もあって、あのあれなのよ、あのやっぱ SA1 無敵ない、これは痛い。 SA1 無敵ないはね、多分ね結構重いよこれ。そうダルシムもなくて、いやダルシムにねマジ無敵あったら相当変わったんだけどね。いやダルシムもないよ。結構いるんじゃない無敵ないキャラ。そう SH 無敵ないキャラはね、さすがにちょっとね、もうちょいちょっと栄養を取ってほしいなという。あれなのよ、バーンアウトすると死ぬんだよね。そのレベル CH 無敵ないキャラってバーンアウトすると漏れなく画面端で本当にハマっちゃったりするから、いやなんか普通にコンボされます、画面端連れてかれます、大パンインパクトで壁ヨロヨロとかしちゃうからもうやばいんだよね。で大会って基本的にさ上位キャラとやっぱ当たるから、もれなくそれで大体死ぬんだよね、その上位キャラ軽くすごいから。みんなやっぱ力入ってるんでね。